寺島良安、和漢三歳添えより、方向、鳥山赤縁、根弱百鬼奇襲より、方向方向は、中国に伝わる木の精霊。生えてから千年経った木に取り付くと言われている。中国の解説和州創新期によると、呉の時代に、高志宿という人物が、楠の木の大木を切ると、血が流れて、人の顔を持つ犬のような方向が現れ、煮て食べると、 犬の味がしたとある。また同書によれば、中国の聖獣、白沢が述べた魔物などの名を書き記した白沢図の中に方向の名があると記述されている。方向の名は、江戸時代の日本にも伝わっており、当時の怪談集、古今百物語評判、百科辞典、和漢三歳図へ、鳥山赤縁による妖怪画集、金弱百鬼周囲にも中国の妖怪として紹介されている。 和漢三歳図絵では、本蔵項目からの引用として、前述の高志宿の逸話を述べており、方向を置きのせい、または、君のこととしている。山中の音の反響現象である山彦は、小玉が起こすと考えられたことから、かつて、方向は、山彦と、同一視されることもあった。江戸時代の妖怪画集である、百回図鑑や、ガト百鬼夜行などにある、 犬のような姿の山彦の妖怪側、は、この方向をモデルにしたという説もある。ありがとうございます。